ロバート・ジョン・ウォーマンは、全米科学アカデミーに所属する数学者、経済学者であり、イスラエルのエルサレムにある、ヘブライ大学の合理性研究所で勤務している。アメリカ合衆国とイスラエルの二重国籍を持っている。ゲーム理論の分析を、冷戦下の安全保障に応用し、対立と協力の理解を深めた功績が称えられ、トーマス・シェリングと共に、ノーベル経済学賞を受賞した。 2005年のノーベル経済学賞を発表した選考委員会はゲーム理論の冷戦への応用を評価したがアラブイスラエル紛争については言及しなかった。球団者はここでゲーム理論はイスラエルが中東紛争で勝つために応用されたと主張する。オーマンを弾劾する団体は1000人近い署名を集めスウェーデン王立科学アカデミーにオーマンとトーマス・シェリングへの受賞を取り消す。 よう願書を提出した。一方で、オーマンのノーベル賞受賞は、イスラエルで大きな誇りとして歓迎された。オーマンの同僚で、数学者のたまられ不幸トルビーは、イスラエルの数学教育の基準、評価を高める良い機会だと喜び、子供たちを励まし教育するためのチャンスであると述べた。トーマス・カリアー、ノーベル経済学賞の40年。 下マイナス二十世紀経済思想史入門畜麻書房畜麻選書、2012年、99ページ。トーマスカリアー、ノーベル経済学賞の40年下、下マイナス二十世紀経済思想史入門畜麻書房畜麻選書、2012年、100ページ。トーマスカリアー、ノーベル経済学賞の40年下、下マイナス二十世紀経済思想史入門畜麻書房畜麻選書、 2012年103ページ。A.B. トーマス・カリアー、ノーベル経済学賞の40年、下 -20 世紀経済思想史入門筑馬書房、筑馬選書、2012年105ページ。ありがとうございます。